はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、今回はね、この4問やっていきますので、一回ね、ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なのとかわかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっとね、風邪のせいで喉がおかしいんですよ。声がね、ちょっと若干違うんですけど、そこはね、お許しください。では、今回は平行四辺形についての問題です。で、ABCD、まあ、外が平行四辺形で、まず比が書いてあります。BE 対 EC が2対1なんで、ここね、BE 対 EC、まあ、C、こっちか。EC が2対1の比率。で、もう一個、CF 対 FD、右ですね。も2対1になってるので、まあ、比なんでね、ちょっと四角とか丸を使って書き込んでおきますと。こうなってる。で、あとは、ま、AE と AF の交点 PQ してますよ。まあ、書いてくれてるからね。ってなってて、で、大事なのがここ。平行四辺形 ABCD。あ、そうですね。でかい、でかいですね。の面積を S と置いてあります。これ後で使います。3番、4番でね。じゃあ、これで、まず1番から行きましょう。で、1番、2番ちょっと簡単なの、ない、で、簡単なのでサクッと終わしたいのと、3番、4番解説長くなるので、ちょっとサクッといきますね。で、1番の AD 対 BE のもう比率を求めなさいと。で、AD は上です。で、BE は下です。で、これはもうシンプルに考えましょう。ここ BE2 ですよね。で、AD っていうのは平行四辺形なので、BC と同じです。下と上同じでしょ。ってことは、2と1、比を足せば3ですよね。つまり、ここは2、ここは1ですけど、BC 全体で考えたら、ここは比として比でしたら3になります。だから、AD も同じように3って、同じだからね、置くことができるので、AD 対 BE はちょっとこっち行きます。3対2か。と、こうなります。ちょ、答えだけでごめんね。で、2番、AQ 対 QF です。ここですね。AQ 対 QF。で、これはもう中に入ってしまってるので、まあ、相乗を探すのがいいかなと。で、最近のね、テスト対策でずっと言ってますけど、よくね、出てくる形は、その三角形の中に平行線がね、こう一本入ってても、一本じゃなくてもね、線が入ってるパターンと、変な形の砂時計です。自分がよく言う。こういうね、平行線のやつ。で、今回も今、AQ と QF を考えてるので、それを使った場所で、砂時計ないかなって考えます。そうすると、ここですね、倒したバージョンなんだけど、ここの三角形。三角形 ABQ ね、ここ。これと、ここ。FDQ。これが砂時計倒したパターン。で、ここ平行だからさ。これが相似になってると。で、AQ と QF ちゃんと使ってるからね。じゃあ、そこで考えましょうと。した時に、これもさっきと同じで、こっち側の外って1対2ですよね。つまり足せば3です。だから、こっち側に比率を持ってきても、右と左同じだからね。こう3って置くことができます。つまり今1対3なんですよ。ってことは対応してる場所、ここも1対3だし、1対3になってると。だから AQ 対 QF は3対1と。これで終了となります。まあ、ここ2番までね、サクッとちょっとね、やらせてもらいました。で、次ですね。こっからがちょっと勝負です。で、3番はですね、まあ、全体の面積を S って置いてありますよね。で、それを使って三角形 PBE です。ここ。ここの面積を S を使って表しなさいという問題。で、このタイプの問題は、こうやってね、全体、どっかを S って置いて、その文字を使って表しなさい。か、この四角形、まあ、平行四辺形 ABCD 対三角形 PBE の面積の比を出しなさいっていう。何対何みたいなね。で、この S で表す方は、何とか分の何とか S って大体出てくるんですけど、まあ同じです、やり方は。問いの出し方が違うだけでね。で、3番はですね、おそらく2パターン解き方があるかなと思います。個人的には。で、一応両方3番は説明しようと思うんですけど、自分がまずやった方からいきますね。で、自分はここに補助線引きました。これ補助線ちょっと青にしようか。これちょっと喉がね、あれで、ちょっと痰切っちゃって申し訳ない。あー、曲がった。はい、これは曲がりすぎ。ちょっと待ってね。
よいしょ。こんな感じでいい？そこにね、補助線を引きます。で、自分がよくやる方法なんですけど、今全体が S ですよね。そっから、どん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 分割して、ちっちゃくして、三角形 PBE。ここね。ゴールのここまで持っていくんです。これ俺よくやります。で、どういう風にやるかっていうと、ちょっと図を使ってやりますね。ちょっとこっち持ってきます。今これが S なんですよ。全体のね、平行四辺形が S になってる。で、大体自分がよく最初にやるのは、これ半分に切ります。半分に。で、三角形 PBE がちゃんと入ってるように切んなきゃいけないんですよ。でも今回、こっちで切ってもこっちで切っても三角形 PBE は入ってるんですよね。形の中に。じゃあどうしようかなってなるんですけど、自分はこっちで切ります。で、これ理由がですね、これこっち側で切ってしまうと、これ三角形 PB 残りますよね。これはいいんだけど、こっちの形がね、四角形になっちゃうんですよ。で、四角形になると、ちょっと扱いにくい印象があるので、こっちでいきます。で、これすることによって半分ですよね、今。半分ってことは、全体が S だから、半分は2分の 1S です、今。いいかな？ちょっとアルファベット書いておこうか。ABC だね。こうなってる。で、状態としては、こうなって、こうなって、ここがゴールだね、今ね。ここまで持ってきたいんです。いいかな？じゃあ次また切ります。で、どこ切るかっていうと、今度右側切ります、自分は。こっちを。ごめんね。大丈夫かな？右側を切る。で、ここを、いいか。A, B, E まで持っていきたいんですけど、これどう切るかっていうと、これは、下が今、2対1ですよね。2対1。で、高さは同じなので、共通だから、この元々の大きいやつと、この A, B、切り取ったやつね。高さ同じなので、底辺の比だけで考えることができます。どういうことかっていうと、2対1、全部で3ですよね。3のうちの2個分だけ持ってきたのが A, B, E なんです、今。底辺3あったんだよ。3あった人2だから。ってことは、全体、今こいつね、全体に3分の2、3つ分の2つ、3分の2をかけることによって AB まで持ってこれます。だから、2分の 1S に3分の2をかけるんです、こうやって。いや、約分しちゃうか。で、3分の 1S。そうすると ABE まで来ました。いいかな？で、次です。今、あと、ここに P が来るから、ここまで近づいてきたよね。分割してきて。じゃあ、あとはここ切ればいいと。で、ここを切るためには、ここの比が必要になります。なぜなら、全体のやつと、この求めたい色塗ったやつ、高さは同じなんですけど、底辺が、いくつのうちのいくつ使ってんのか、みたいな。さっきと同じ。3つのうちの2個分使ってるっていう風にやりたいので、ここの比率が欲しいと。じゃあ、ここの比率何かなって考えたときに、AP 対 PE ですよね。ここって、AD 対 PE と同じになります、比が。なぜなら、これ縦の砂時計になってるから、ここ。だから上と下相似なんだよね。この上の三角形と下の三角形が。だから、ここ今3対2だったでしょ。つまりここも3対2なんですよ、比。俺の図がおかしいけど気にしないで。見えるかな？ちょっとパソコンの方で全画面表記で、あ、ごめん、全画面表示で見てください。3分の2。ごめんね、いいかな？ってことで、今、全体底辺5個分の、5のうちの2を使ってます。5分の2だね。だから、今、こいつ、3分の 1S まで持ってきたんで、こいつに5分の2をかけてあげればいいんです。だから、3分の 1S かける5分の2をして、これがね、三角形求めたかった PB までやってきたんで、これ約分ないから、15分、これさ、答えさ、結構入るよね。ごめん、ちょっと大きくするわ。ごめんね。よいしょ。15分の 2S と。これ、終了となります。よくなるからこうなんでね。下の線が入んなかった。このぐらいで、入って。いいね。入んで、という感じです。まあ、自分はこうやったんですけど、で、まず、今回の出題のされ方だったら、これで答え書いてください。15分の 2S でね。で、最初にも言ったように、こいつの面積の比と、あ、ごめん、こいつ対こいつ。平行四辺形 ABCD 対三角形 PBE をもし出せと
言われたら、こうやって持ってきましたよね。15分の 2S って。で、これは、三角形 PBE が15分の2、ちょっと平行四辺形、ここに。S っていうのは平行四辺形 ABC のことだからね。で、こうなりましたと。で、まあこれ出し方何でもいいんですけど、自分はよくこれを15かけますと。こうなるでしょ。ってことで、15三角形イコール2平行四辺形ってなったので、比としては2対15ってなります。まあ、他のやり方でも全然構わないんですけど、まあ、こういう風に求めてきた場合はこうやると、比を出すときにはね、いいかなと。この数字逆に書いてください。なぜなら、15×2、2×15 しないとイコールなんないからね。で、その2と15約分できるんだったらしてくださいっていう感じ。比で求めるんだったら。で、自分は、これでいいと思ってるんですけど、やり方としては。ただ、今回使ったね、この問題、ただ受験の過去問だったけど、は違ったんですよ、解説のやり方が。で、一応それもざっくり説明しておきます。で、まあ、これいいよね、これで分かりやすいって思う方はもう飛ばしちゃってください、次の解説。早送りでも全然構わないんですけど。で、どういうやり方かっていうと、もう一個のやり方は、こことこの三角形、そのさっきこっちで使いましたよね、の面積比をちょっと使います。やっていくと。で、まあ、やり方同じようにやっていくと、今度平行四辺形の切り方が違うの。ここで切る。つまり、俺こっちで切ったんですけど、こっちで切ります。スタート。そうすると、まあ、半分に切るから、2分の 1S は変わらないんですよ。で、変わらないんですけど、こっから、ここに、あとね、三角 PAD か。ここ使っていきます。ちょっと PAD を出したいと、先に。で、何出したいか後でやります。で、三角形 PAD にやりたいんだけど、さっきと同じように、ここ3対2なんですよ。ここも。3対2。ちょっと今ここ主役ね、すり替わってるけど。ってことは、全体2分の 1S の5個分の3個分使うから、これに5分の3をかけると。入ってるかな？あ、ギリギリギリでね。ってことで、切ったことによって、三角形 APD が、15分の 3S とこうなりました。いいかな？で、こいつと、今本当に求めたかった下のやつ。ここは、まあ、相似ですよね。で、もともと相似比は2対3なんですよ。2、3で求めたからさ。で、相似比が2対3だったら、面積比は4対9なんですよ。相似比の2乗するから、2と3。指がない。2と3でしょ。2対3なんで、それぞれ2乗して、2、2が4。こっちできない。サザンがく。だから4対9になります。で、それを使って、で、ここちょっと X 通り。X 対、こっち面積ね。15分の 3S と。イコール4対9だから4対9とこうなります。で、これ解いて外外中中で9ラージ X、 こっちは15分の 12S か、中中かけるとね。で、両辺9で割りますと。じゃあ9分の1をかけますと。こうするとどこ行った3、え、間違ったこれ3と4かとなって X イコール、あれもどっか間違ったな。二分の、え、ちょっと待ってね。どこ間違った？二分の 1S やって、で、五分の3かけでしょ？ 3 単位なんで5分の3かけて、で、10! ごめん !10 だ。だから、ここ、10になって、ここも10だね。ごめんね。ということで、ここが5と2だから、となってこい。で、X イコール、15分の2S と。なりましたと。あ、同じなんだよね。すいません。もう2を15ってやらかしてるよね。っていうのが、解説に書いてあったやつです。面積比使うやつだね。だからもちろんそれで解いても構わないんですが、まあ自分はこっちが好きなんで、ちょっとこっちでやりましたけど。はい。まあもしよかったらね、まあ好きな方使ってやってください。いやー、焦った。ごめんね。ちょ、体調が悪いせいっていうことにしとくね。めっちゃ言い訳だけど。よし、じゃあタイム4番行きましょう。で、最後も同じです。三角形 AQD なんで、ここが主役になります。ここですね。じゃあ、ここまで持ってきましょうと。で、まあ、同じように、自分はね、ちょっとこのやり方が好きなんで、これでやります。ただ、このタイプの問題、ほんと解説の仕方、先生によってだいぶ違うので、塾の先生とか、学校の先生で自分より分かりやすいって思う方は、そっち使ってくださいね。無理やりこっちに合わせる必要はさらさらないので。いいかな。で、まず、まあ、こう切るか、こう切るかなんですけど、今回こっちで切ります、自分。
平行四辺形半分にするときに、まあ、右上使いました。で、右上半分したんで2分の 1S とこうなります。で、AQD に近づけたいので、まず AFD に持ってきます。こっから AFD に。で、AFD はこれもここが2対1なんですよね。もう書いてあるけど、そこに2対1だから3個分の1個を使うと AFD になるから、2分の 1S かける3個分の1個、つまり6分の1ラージ S とこうなります。まずね。で、今これにやったことで6分の 1S っていうのは、よいしょ、待ってね、 AFD、 これが6分の 1S ね、今。で、今こっから AQD に持ってきたいの、ここね、9。じゃあここの底辺の比が分かれば何個分の何個っていう風に使えることができるので、じゃあ AQ 対 QF ないかなって考えます。そしたら2番出してんだよね、思いっきり3対1って。だからここ3対1と、つまり4個分足してね、4個分の3個を使ったのが AQD、 ここにあります。だからこいつに4分の3をかけて6分の 1S かける、下がギリだったね、まあ、入ったから許して、4分の3をやると約分して8分の 1S と出て、もうなんで線が入らない、くそー、ごめん。いいかな、うん。うん。ごめん、もうあいつ何やってんだってなるよね。ちょっと目描くわ、少し上げるね、8分の 1S これで入ったろ、うん、もう許して。なんだろうね。はい、という感じでございますよ。3回も書いたのに申し訳ない。はい、なので今回のポイントとしては、1番2番の比に関しては、まあ、比が足し算できるっていうところ、まあ、2番はね、横になった砂時計を見つけなきゃいけないんですが、比を出すのは結構簡単に出されることが多いので、こういう風にやってください。で、3番4番のその面積比ですよね、まあ、面積というか面積を比で表すやつ、大きいところからだんだん分割していく、まあ、もちろんちっちゃいのから広げていくパターンもあるんですけど、このやり方はですね、まあ、ちょっと練習が必要になるんですが、取れると結構ね、得点源になる、まあ、他の子と差がつけれるとこにはなるので、ぜひね、まあ、こんな感じでやってもらえたらと思います。ちょっと悔しいんでごめん。最後ね、これで大丈夫でしょ。うん、OK、 はい。といった感じです。なので、ね、今回はこの4問やらせていただきました。今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画で一応テスト対策の掃除のところは終了となります。で、またね、動画足すとは思うんですけど、他の問題集したいなっていう方は再生リスト載ってるとこからね、本編の方もぜひ使ってみてください。じゃあまた次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。